も、Bレジェンド鍵谷でございます。まあ、今回、まあ、ちょっとね、これから上野くんとね、Bレジェンド上野くんとですね、まあ、トークの動画もね、これから撮っていこうかなということで、まあ、今回第1回目ということでですね、撮ってみたいと思うんですけれども、はい。ということで、上野くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。触れないわけにはいかないので、触れさせてもらいます。はい。なんでこれ着てるんですか？ここ僕の私服ですよ。私服だそうです。なんで流すの？寂しいな、もう。これだからね、もうね、北海道なんですけど、もう道民はね、もういじってくれないからね。で、なんでしたっけ？それも流すの？ひどい話だよ。いや、で、今回は、まあ、1回目ということでね、まあ、何の話しようかって言ってて、で、まあ、話してる中で、ところでそのジム行くときって、まあ、今のね、これ僕の私服、まあ、私服じゃないんですけど、どんな格好をしていくかとか、まあ、なんか何持っていくのみたいな話をしてて、まあ、なんかいろんなグッズとかやっぱ持ってったりするよねみたいな話をしてたときに、いや、上野君のカバンの中一回見せてよみたいな話をしてたんですよ。じゃあ、まあ1回目はそのジム行くときのジムバッグの中に何が入ってるかっていうのをちょっと1回ね、こう、なんだろう、カバンの中調査をしてみようかっていうことで1回目をやることになりました。ということで、上野くん持ってきてくれてるのね。はい、持ってきてます。はい。私は、お、でん、すごい、ナップサックと、2つあります。2個も持ってんの？ 2 つあります。で、まあ、1つは、実際に、ジムでうろうろするときに持っていくもの。で、もう1つは、サプリメントもろもろ入れてるもの。こういうふうに分けてます。で、サプリメントの方に入れてるのは、まあ、シェイカーと。なるほど。シェイカー開いてるよ。あ、いいのか。はい。ちゃんと洗って乾くように実は開けてるんです。ああ、なるほど。で、ちなみに、中は入れない派なのね。はい、私は、はい、入れないです。空ね。はい。で、乾くように蓋開ける派なの。これはちょっと、使えるかどうかわからないですけど、まあ、衛生上で言うと。そうだね。そう。で、かといって、この状態で持ち歩くわけにいかないもんね。そうですね。はい。中は確かに濡れてますね。はい。なるほど。はい。あなたばかりよ。で、基本的にまあ、プロテインをシェイクするっていうよりも、水筒代わりで使ってます。うん、なるほど。はい。で、はい、プロテインは、こういう容器にまとめて。別容器に入れてる、ね。はい。入れてます。なるほど。中は今日は玄末です。玄末を入れて。玄末入ってる、ね。はい。あと、同じような感じで、最近は、Bレジェンド MD を、こういう、ケースに入れてます。マルトテキストリー。はい。はい。で、あと、B レジェンド PCA だったり、うん、ビタミンミネラルだったりっていうのをこういうのに、うん、入れて持ち歩いてます。なるほど。はい。で、こういうのが、まあ、サプリメントのカバンに入れてます。サプリメント。はい。玄末と MD と、まあ、ビタミンミネラルですね。なるほどね。はい。で、まあ、実際、ジムに持っていくものとして、うん、は、まあ、シューズとかも全部入れてます。シューズ。シューズか、はい、シューズと、はい、シューズね。ベルト。汚いベルト。はい、ベルトね。ベルト。で、あと。めちゃくちゃ年季入ってるね、このベルト。そうですね。で、グリップ、リストストラップですね。リストストラップ入ってるか。ストラップ。はい、普通のタイプね。そうです。はい。で、あとトレーニングのノートを一緒に入れてます。で、それぞれ一応、まあ、こだわりがないわけではなくてですね。シューズに関して、私は、うん、底がぺったんこな、ほうほう、レスリングシューズを履いてます。っていうか、シューズ、そっちもう穴開いてんじゃん、これ。かなり、年季入って、まあ、もう少しで寿命かなというところで。なるほど。まあ、ただ今、履き心地がいいので、次のものを変えるのにもちょっと、うん、どうしようかなというところで。ここも穴開いてるからね。そうですね。もう。ここもね。はい。いろいろちょっと穴が開いてるんですが、うん、まあ、長年履いているので、結構足にフィットしているなというところで、これを使ってます。で、ベルトに関してもかなり年季が、うん、入ってますけど、これは、まあ、ゴールドジムさんの XS の革のベルトです。で、やっぱ時間をかけて使うと、うん、こういう感じで自分のウエストの形にこうなっていくんですね。だからそれがこうしっくりくるので、かなり時間をかけて使っています。なるほどね。はい。
で、グリップ、このリストストラップについては、うん、一時期革のものだったりを使ってたんですが、うん、これは結構あの劣化が激しくて、うん、すぐ、ひょんなことからこうブチッと切れたりするので、うん、もう消耗品だと思って使ってます、うん、なるほどね。なのでこれはあえてこだわりをなくて割とその簡単に買えるようなものを、うん、使ってます。なるほどね。まあ、パワーグリップ結構あのレザーのやつでちぎれるっていうのはどんどん何年に1回かちぎれるって聞きますもんね。そうですね、結構グリップがトレーニング中にちぎれると危険ですよね。危ないし、うん、そこからのトレーニングがこうどうしてもやる気が出ないので、どこでも買えるようなものっていうので割とこれを使ってます、うん。まあ、デッドとかで重いのやってデッドとかでちぎれたりしたらもう怖いよね。ちょっと怖いですね、うん、あのヒヤッとしてそのレップで終えざるを得ない、うん、足も腰も痛める可能性あるしね。そうですね、なるほどね、っていうような感じです。で、あと、まあ、ノートですね。ほうほう、これは、まあ種目 と、うん、重量と、うん、まあ、回数を、うん、書いてる感じです。で、中身は正直お見せできるものではないので、企業秘密なんで、はい、企業秘密ですし、結構セット秘密なんだあの秘密ということにさせてください、うん、あの結構セット中でもうヘロヘロな状態で書くので確かにね、もうあの見か結構重量持ってから手震えるしね。そうなんですよ、あの見返しても正直何書いてるかもあのままならないくらいのものなので、ちょっととてもお見せできませんので、うん、今回はちょっと、ね、秘密ということにさせてください。だけどあれよね、やっぱりトレーニングの時に使うから、こう持ち運びしやすいように小さいノートで、かつやっぱこうペンをさせるリングノートっていうのはね、やっぱ僕もこのノートのタイプやった時はリングノートでやってたんですけど、やっぱこれが結構使いやすいですよね。そうですね、うん、やっぱり、その持ち歩きやすさだったりとか、うん、まあ、これもあのそんな大層なものじゃなくて、これもすぐ買えるような、うん、100均で売ってるしね、おっしゃる通りの、うんうん、そういうものを選んでいます。なるほど、ね。まあ、これをだいたいジムに持って行っている次第でございます。なるほど。じゃあ続いて鍵谷さんのも僕ですか、はい、これね、もう途中で思った、順番間違えたなと思って僕から先に出すべきだったということでね、僕も持ってきましたよ一応。あのシューズね、持ってくの忘れたんですけど、まあシューズもありますけどね、でんこんな感じね、Bレジェンドトートバッグに入れてですね、結構ちっちゃいんですよ僕の荷物で。そんなに僕ね、荷物いろいろ入ってるんですけどないです。1個はプロテインで、これは何ですか、波動拳かな、色的に波動拳っぽいですね、うん、ストリートファイター波動拳ですね。であとプロテインお試し、そしてプロテインあ、逆だはい、まあ、プロテインなんかいくつか入れてます。なんかいつなんか飲みたい飲めないってなってもあれなんで。であとグローブ、これビレジェンドグローブを入れてます。であとファイヤーが入ってます。これはまあしょっちゅう飲むわけじゃないんですけど、なんか有酸素するときとかなんか飲んだりします。あとこれパワーグリップ、まあ、さっきね上野くんまさに言ってたやつですよ、レザーのねやつなんですけど、でもこれよくちぎれるっていう話は聞くんですけど、僕はまだまだ初心者なんで全然ちぎれません。全然大丈夫そうです綺麗でしょまあこれについては、まあ、ちぎれる人ほど握力にちょっと頼ってる、依存してるっていうところが、うまく言うね、あると思うのでうまく言うね、多分綺麗に使ってる人はよりアイソレートできてるんだと思います。なるほど、これは給料上がるねありがとうございますはい、ということで、あとは、リストラップ、リストラップ僕ねこんな短いの使ってます。短いのでこうやってギューってやるんですけど、このもうねなんか80センチ90センチになってこうぐるぐる巻くのが大変だし、そんなに重い重量を扱ってないから、もうリストラップこれぐらいで、あとこれヘッドホン、あー大事ですね、うん、ヘッドホンをワイヤレスのやつを使ってます。であとメジャーすごい、この辺が初心者っぽいでしょな、何かあると、そんな毎回じゃないけど何かあるときにふと思いついたときに、まあ大体ウエストじゃないよね、測るときは上腕だよね、腕回り何センチかっていうのをちょこちょこ測ってます。すごい、これは見れて面白いです、はい、こんなの持ってるやついないよね、いないっすね。であとこれも出てきた、燃える、でこれもね、まあ、あそうか、今日持ってきてないけど、さっきのビルゼのジャンボシェイカーね、上野くん持ってたけど、ジャンボシェイカーとかの中に燃えるとか入れて、有酸素をやる
る時もあります。最近ちょっと有酸素やってるんでね。で、あ、こっちのあるここにポケットあるんですけど、ポケットの中に入ってるのも同じく燃えるが2本入ってます。2本入ってました、燃える。あとこれ、iPhone のヘッドホンで、トレッドミルで音楽とか聞くときとかにあのヘッドホンなん でこれでジャックつないだり、これで携帯につないだりしながらねやってます。これ、これなんかわかります？これわかんないです。なんですかこれ？これは、ああ、そう、携帯を立てるやつ。これなんだ。なるほど。こういうのがあると、こういうのがあると、こうやって立てるわけですよ。なるほど。こうやって。だからなんか、YouTube のなんかね、トレーニング動画撮ったりとか、もちろんこの後ろにスマホリングもあるから、スマホリングでこうやることもあるんですけどね、こうやって立てることもあるんですけど、だけど、こういったものがあると、まあどこでも、まあある程度ね、角度も調整できるので、やってます。YouTuber っぽいですね、これは。さすがというか。はい。で、あとこれ。じゃーん。ミルキーの、リップです。これいただきました。スポルテックをもらいました。はい。ということで、それぐらいの、ね、今カバンの中入ってたのはね。まあこれで言うと、なんか小物感が出てるよね。いやその物がちっちゃいだけじゃなくてなんか初心者感出てるよね。これに関してはでもここまでこう個性というか差が出るかなと思うのが面白かったです、ね、なんかハードコアっていうのとなんかいろいろちまちま考えてるなっていうそんないやいやなんか自分で見てて思ったなんか、うん、でもヘッドセットあれヘッドホンとか持ってなかったっけ。私は、音楽は聞いてます。ただ、はい、それはジムバッグとかではなくて普段は普通のズボンのポケットに入れたりしてるので、なるほどね、でジムに行くときは、まあ、ウェアのポケットに入れたりっていうことで今回はあえてこの中では紹介してません。なんか僕もシューズ持ってこなかったの。そうだよね、シューズはいつも裸でこうやって持って歩くんで。あとこれもちょっとちっちゃなこだわりなんですけど、うん、その音楽に関してで言うとスマホではなるべく聞かなくて、今いまだに私ウォークマン派というか、うん、音楽だけ聞く機材を持って、うん、トレーニングしてます。なぜかというとスマホがあると、まあ、スマホを触ってしまうので、うん、なるほど。なんかそれは、トレーニング中は一旦ちょっとスマホから離れてっていうところでロッカーにしまってっていうことを考えてあえてウォークマンで聞いてます。すごいな。もう僕なんてもういつ もそれ触りっぱなしですよ。全然悪いっつうことはないと思うんですよ。ただやっぱり一応ね仕事柄やっぱ他のね人が見てたりとか、まあ時々やっぱり声かけられたりするんですよ。あ、柿谷さんですよねとかあるから、なんかどこで誰が見てるか分かんないから、まあ極力ねベンチの上とかでねしないようにしてるんですけどって言いながら、そういうシーン見たらなんかおいおいなんだよあいつって思われそう、ね、いやいやもう気をつけないとね。はい、はい、だからまああれですね、僕はいつももう携帯で音楽も携帯だし、だいたいねあれなんですよ、僕多いのは音楽聴くっていうよりも経営者の講演とかね、ああいうのだいたい聴くんですよ。音楽があんまり聴くことはなくて、なんかこうセミナーのなんだろう動画見たりとか、そういう経営者の講演会の音声聞いたりとか、だからそういうのはやるんで、まあでもそれもあれか、そういった端末に移しちゃえば別に携帯なくても大丈夫か。まあ一つありだそう思うんですが、まあ、でもまあ連絡がね、いつ何が入るか分かんないからっていうのは、まあそれもまあ結構大きな理由なんですけど、まあ、いつでも連絡取れるよっていう意味で電話持ってるっていうのはあります。まあそれでいうと私もちょっと今後はいつ連絡があってもいいように携帯は、ね、持ってはいくようにします。これからそうですね、はい、という感じですかね。はい、感じですね。はい、まあなんかね、これ楽しかったかどうかよく分かんないんですけど、まあでもなんか今見てるだけでもなんかおーって思うね。もしなんか、多分皆さんジムに行くにあたってやっぱりご自身で持っていくものって多分決めてらっしゃると思うんですよ、うん、結構その私が見た中だとお風呂セットみたいな形で食べ入れて持っていかれる方も結構いらっしゃったり、ああそれはお風呂セットを持っていくんじゃなくて、はい、カゴの中にこういったものを入れて持ち運びする。あ、そうです。それ結構いるよね。そうですね、なんか100均で売ってるようなカゴですよね、ちっちゃいね、うん、そういう方もいらっしゃるので、多分そのご自身の中であると思うんですね、持って必ずこれはまとめて持っていってるっていうもの、うん、もしその中でこだわり等があれば
コメント欄にコメントできるんですよね。そこで何かしら教えていただければ、我々自身の参考にもなりますし、そういったことが周りにシェアされると、他の皆さんの参考にもなると思うので、ぜひぜひコメントをお寄せいただけたらなと思います。はい、ということで、はい。はい、締めていただけますか。OK ですね。はい。はい。ということで、まあ今回ね、第1回目ということで、上野くんと話をしていきましたけど、またいろんな話をね、二人でこう、まあ逆に上野くんが、まあどういうトレーニングしてるかとかね、まあ動画の方もアップしていってるんですけれども、まあいろんな話を、まあ、聞ければいいなと思いますし、なんか上野くんの方でね、皆さんに代わって僕に対しての質問とかそういったものも寄せていただければこれから面白くしていけるかなと考えております。はい。ということで第1回目これで終了としたいと思います。動画の方よろしければグッドボタン、あとチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。